どうも、コレンです。まずはチャンネル登録といいねボタンお願いします。さて、今回も、こちらの、チャートの神様、ラリー・ウィリアムズの、今後の、株式に関する、予測について、フォーカスしてみました。いよいよ年末ということでございましてですね。そういえば、前回言っておりました、ラリー・ウィリアムズの、フォーキャスト2024がついに予約開始しましたね。通常定価が3万8千ぐらいだったかな。それが、なんか12月の25日ぐらいまでに、発注というか注文すれば2万いくらかになるとか、なんかかなり大幅に割引されるようでしたので、またね、来年2024年1年間の予測。これはね、2万円台で買えるんであれば、1年間の予測ですし、いろいろとね、やっぱり株式だけではなくて、商品であったり、為替であったり、あとちょっとね、ビットコインについても若干触れていたりとか、あるんですけども、今年の振り返りっていうのはね、また後日やろうかなと思うんですけど、まだ今年終わってないので、株とかね、原油とか金とか、結構当たってるものが多いので、皆さんもね、興味があれば、購入してみてもいいんではないでしょうか。購入していただいても、私には一銭も入らないんで、トレーダーズショップかな？トレーダーズショップという、サイトでご購入できるかと思います。それを置いといて、今回ね、こちらのラリー・ウィリアムズが、今、現状において何と言っているか、もうシンプルに簡単に終わらせたいと思います。あまり長々とね、言っても意味ないんで。まずは、じゃあこちら、ご覧いただきましょうか。なんかちょっとごちゃごちゃしてて分かりづらいかもしれません。今回はですね、これダウジョーンズはこの赤い線、赤いラインが、現在のダウジョーンズの動き、現在この辺。結構高値もみ合いになってるような動きなんですけども、この緑のラインは何かというとですね、これ、イールドカーブサイクルらしいです。なんじゃそれって話ですけど、イールドカーブのサイクルが4年おきにあるというふうに彼は言っておりまして、そしてそのイールドカーブサイクルとほぼ同じような動きで、株式も動いていく、上昇下落を繰り返すと。いうように言っておりまして、この辺ね、底値圏、イールドカーブも底値圏だったんですけども、株もね、こっから急上昇。ただその後ね、株価はそれほど、この下げ、イールドカーブの下げ過程において、それほど下げてないということがあるんですけども、もう今すでにここに来ちゃってるわけですよね。つまり、今、イールドカーブがこの上昇サイクル、に入っていると、来年に向けて。ということで、株はそれほど下げてはいませんけども、強気であると。前回ね、私、来年4月まで、ラリー・ウィリアムズは強気である、株は強いというふうに言っているということを申し上げたんですけど、その認識というか、その主張は変わっていないという感じであります。もうちょっと下げてくれればね、買いやすいんですけども、なかなか米国株下げないと。いう印象があります。で、今回はですね、この指数だけではなくて、個別銘柄を3つ挙げております。おそらくもうほぼ誰もが知っている個別銘柄。ただね、あくまでこれ今、ダウジョーンズとか、あと米国株ということになりますので、それがそのまま日本株に当てはまるかっていうとね、一概には言えないんですけども、とりあえずね、先に進めていきましょう。まず一つ目、こちら。皆さんご存知、テスラ。ちょっとね、これ黒いのが、株価で、ラリーが想定している、サイクル、株価のサイクルはこの赤い線、ラインということになりますので、現状、来年の頭にかけては、上げ下げしながらも強い基調であると。いうふうに言ってますね。今すぐ買うか、
別にしてですね、まあ、できれば安いとこ買いたいんですけども、まあ、長期チャートを見てもね、それほどまだ上がってないというチャートにはなっていましたので、若干ね三角持ち合い的な動きになってましたので、まあ、ちょっと下げたところあればまあ買ってもいいかなというチャートにはなっています。そして特に来年2月下旬あたりにまあ大きく上げるんじゃないかと、まあ、目先的にもね上げ下げしながら徐々に強まっていく、これラインに見えますけども、特に2月下旬あたり、これねその先はなんかちょっと下げるようになってますけども、まあとりあえずそのあたりまでは強いであろうという見方のようです。続いて皆さん、こちらもよくご存知、アップルでございます。アップルの、ラリーの、まあ、サイクル的なこのラインがねこの赤なんですけども、まあ、実際のチャートがこちら、まあ、ほぼ同じような動きになってますよね。でこっから下げてきて、ここでダブル底を打ってからの上昇ということで、それが今この位置と、なのでまあ12月の中旬くらいまで、まあ、もう一回下げる局面があればもう絶好の買い割りになるであろうと。でまあそこからはね上げ、そして一旦押すものの、まあこれ3月の下旬あたりがまた買い場になって、その後上げていくであろうという見方のようです。まあアップルに関してはね、こちらのジム・クレイマーももう買ったら一切売るなと、買って放置しとけってもうずっと去年から言ってますけども、まあそれではちょっと面白くないんでね、まあ下げたら買い、上げたら売りしていってもいいとは思うんですけども、一応、ラリーはこのようなトレンドを予想していますということでございます。まあちょっとねアップルに関してもね、結構もう高値圏に張り付いてるようなイメージがあるんですけども、まあもうちょっとね下げてくれば、まあ、下げなかったらどうするんだって話ですけども、まあそのような見方をしているようです。そしてラスト3つ目が、こちらも皆さん必ず知ってるであろうディズニーです。まあ、このところね、この黒いのがチャートですけども、もうひたすら下げまくってきてました。もういいとこなしでしたよね、ここ数ヶ月。もう全然、もう今現状もね、底ばい状態という感じなんですが、まあラリーによるとですね、もう現状の値段がもう買いであり、まあ12月の27ぐらいまでもう一気に上げていくんじゃないかと。これ目先ということですよね。ただその後、やはりちょっと弱含み、こちらもやっぱり3月の下旬ぐらいからまた上げ始めるであろうという、予測のようです。まあどれもね、まあ皆さん知名度もあるんで当然ご存知でしょうし、まあね、ネームバリュー的にもね買い安心感があるんですけども、まあ、特にこのディズニーはね最近本当いいとこなしで、今更こんな株っていうイメージもなきにしもあらずですが、まあ彼のね考え、やっぱりねもう今もう誰も見向きもしないものがね、意外とこういうふうな、まあ、今後のチャンスを、まあ、掴む一つのね、まあ、選択肢になるかもしれませんので、一応今回はこのように、まあちょっとね先ほど指数最初に申し上げたんですけど、まあ今後強気であるっていうふうに言ってるんですけど、ちょっと今見るとですね、これ日本株の先物なんですけども、なんかやったらめちゃくちゃ下げてるんですよね、夜間。意外と、米国の、これは、テック株指数はしっかり、あと、この、割と S&P500 に連動するこちらの指数も割としっかりなんですけども、なぜか夜間に日本株が急落してるという状況ではあります。まあ、どうでしょう、結構ね。やはりこの辺の7月あたりに信用で買った人たちの売りがそろそろ来てもおかしくない、まあそんな感じもありますけども、まあいずれにしましてもね、米国株今回はね、ラリーが予想しておりますので、まあ比較的日本株もそれに連動してくる動きにはなるとは思いますが、もう明らかに今回はね個別銘柄も全て米国株ということになりますので、まあ指数でもいいですし、まあちょっと個別でね、あそれちょっと面白そうじゃんっていうことを、まあ、ご自身でチャートを見て、まあ、判断されてみてはいかがでしょうかということで、私もちょっとこの中からね、ちょっと今言いませんけども、
ちょっと買ってみようかと思ってますので、まあ皆さんも参考にしてみてはいかがでしょうか。ということで、以上となります。ではまた。